時ですか？10時。10時起きて。10時？体が痛い。はあ。おはようございます。今ね、韓国にいるんだけど、とりあえず朝活でスタバ。じゃーん。朝マネージャーさんがスタバ買ってきてくれました。感謝。新作の欄にあったっぽいチェジュの八色グレープフルーツハニーブレンドっていうやつです。ピンクで可愛いしさっぱりしてるもの飲みたくてこれにしたの。めっちゃうまい。やっぱ八色だから苦味があって甘さ控えめでマジでうまい。日本でも発売してほしい。まずは寝起きはパックから。ピヤーン。じゃん。寝起きにねこの冷たいパックをするのが気持ちよくて顔のむくみも取れる気がする。韓国の日ってマジ寝不足だよね。いつもちろん旅こそは早く寝ようと誓ってたのに寝不足だったし朝早かったし全然無理。パン。手はね必ずペーパーで拭いてお肌を触ります。美容液も入れ込みました。アストクリーム。痛っ、目痛っ。なんかスキンケアしたら熱くなりました。熱い。そうだ、ヤクルトもあんのよ。ヤクルトじゃなかったです。なんかヨーグルト。韓国に来ると便秘になりがちになるのでしっかり乳酸菌取ります。うん、美味しい。で、私はマジで目が見えないので早速カラコンを入れたいと思います。韓国に今回ね3種類カラコン持ってきてて、このフェアリーのカラコン最近ねよくつけてて、あのねこのナチュラルなカラコンを昨日はつけてました。これ今日もこのエアベージュってやつにしたいと思います。こんな感じの色味。昨日もエアベージュつけてました。あぶみが出る顔になるカラコンです。めっちゃ可愛いの。光の差があって難しいかもしれないからちょっとやっぱ両方つけるの。こんな感じ。めっちゃナチュラルじゃない。ナチュラルに茶色の瞳の人みたいな、ほんと天然で目茶色い子みたいな感じになる。ナチュラルすぎないから漏れる。昨日もつけてたんだけど自然にバブみが出てねナチュラルに漏れる。で透明感もめっちゃ出ます。私の一番憧れてるお目目になれます。急ぎでファンデを塗ってます。今日もね時短メイクの下地もファンデーションもなんか美容液とかコナーの役割とかもしてくれるリンクフェイドのファンデ使ってます。スポンジ忘れてきちゃったからちょっとクッションで叩いてます。ちょっと韓国に来たから細眉を意識して描いてみた。全然細くないけどナチュラルにね今日は仕上げたいので。そうだ、購入品もね紹介したくて、オリーブヤングでペリペラの、ねえ、アキオなんかこれ違う、なんか違う手なの買っちゃった。何チークなの。めっちゃブルベア。これってブルベだよね、これ。あ、そうだね。じゃあ急遽ブルベメイクにします。ペリペラのオレンジの一番のチークが欲しかったのになんか水色とピンクの二色構造ねえ、びっくりなんだけど。まあまあこれがねめちゃくちゃ可愛い可能性あるからね。意外とねラス1だったしね、これも。
色味が分からんよこれ。ほんのりピンクつきました。くてアイシャドウはてるてるのピンク。ちょっとリップめっちゃ楽しみで使っちゃったのよ。 3CE のティントタイプのリップが大好きすぎて、まあ、今回も一番人気のレイダウンみたいなやつを買ったんだけど、もう一本なんていうスティックタイプのリップ買った。これなんかクランベリーっぽい色味を買いました。コールデストみたいな名前。うわすごい。じゃーん、こんな感じ。え、めっちゃいい感じじゃない？かわいい色。スティックタイプのこっくり感、こうぷっくりする感じがめっちゃ好き。しかもね、なんか若干スースーします。なんかブランパー効果みたいなの入ってんのかな。このグレープフルーツのやつ、氷溶けても美味しい。発色の果肉が入ってます。で、涙袋、涙袋をぷっくりというよりかはちょっとキラキラさせました。どうですか？アイラインが軽く端だけ引きます。ささっとね。最近ね、デイジークのマスカラなんだけどめっちゃいい。はい、完成。あ、下まつげ、ハイライトをちょっと入れて、ちょっとね、最近ここにもハイライト入れてます。はい、完成。こんな感じでカラコンの透明感を生かしたナチュラルメイクをしました。いやー、暑い。やっぱメイクするのって結構体力いるよね。暑いです。はい、完成しました。自分は偉い。はい、ちょっとこれ飲みたい。じゃあちょっと着替えてきます。はい、着替えてきました。この服ちょっとガーリーめだから前髪あると、まあ、甘めすぎるかなと思って下ろしてストレートで、なんかだいぶ清楚な女の子になりました。でも下は短パンなんで。これね、空港で買ったシャネル の、 あのヘアミストの香水バージョンです。私がずっと使ってたね、シャネルのヘアミストがあのなくなっちゃったので、あの量がね。なので次は同じ香りで香水バージョン買いました。まあ、ヘアミストと違って香りが長持ちするからめっちゃ良さそう。まだまだ日差しは強いのでビタミンを、まあ、常に飲むんだけど流し込みます。ジュースで流し込むっていう。あ、美味しい。どう、メイク。じゃ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 ん。いつもより薄めだし、カラコンもナチュラルにこう透明感ある茶色系だからよりこうちょっと清楚感が出てるんじゃないでしょうか。今日つけてるカラコンなんだけど、新しくね、あと2種類出たやつがあって、このチャイフープっていうカラー、これはねベージュ系のカラコンで、もうお顔を超盛りたい時に使ってます。こんな感じ。カラコン自体にラメが入ってるから目がねチュルンっていう感じに見えます。うるうるって感じで、もう一つのカラーはすっごい今よりもナチュラルなリトルブラウンっていうカラーで、つけた感じはこんな感じで、裸眼を少し大きくしたようなバレないぐらいね、めちゃくちゃナチュラルなカラコンです。つけてる感はあんまりなく、めっちゃ自然なんだけど、こう自然に盛れる感じ。このメイクの濃さとか、まあ、その時の気分によって使い分けてます。私のお気に入りは今日使ってるエアベージュです。つけてるんだけどめっちゃナチュラルっていう感じ。カラコンの詳細は概要欄に URL 貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。バイバーイ。